調子はどうだ？なあ、何か見つけて持ってきてくれるか。近くに何か役に立つものがないか見てこい。これは開けられない。強固にロックされている。
ここだ。バルコニーの上だ。入植者のグループが中にいる。レイダーたちがドアを破って入ってきそうだ。助けてくれ、頼む。お前が姿を現す時は死ぬ時だ。顔を見せて、こっち。私を。奴らいないようだ。あれは何だ。素晴らしい。くそったれ。英国支配はもうたくさんだ。イングランドへ一緒に帰る。おい、調子はどうだ。そばに、国に帰る。なあ、何か見つけて持ってきてくれるか。近くに敵はいるか。あれは何だ。やった。
ジで言ってるんだ。さっさとずらかろうぜ。浮かついて撃たれたらたまらない。クズクズ言うな。この奴のために持ちこたえてるんだ。意味がおかしいのか。向こうから発砲されてるんだ。このまま死を待つのごめん。やめろ。私のために死ぬな。ほらいた、チビのクソったれが。やれやれ、誰かは知らないがタイミングが完璧だったな。プレストン・ガービー、コモンウェルス・ミニスメだ。違うな、これじゃない。役に立てて嬉しいよ。それが本当ならもっと友好的だとありがたいんだが、ご覧の通りここは少々混乱状態だ。あいつらは何者なんだ。新しい家を探してる人々だ。再出発だな。彼らとはクインシーの時から一緒だ。レキシントンはしばらくの間良かったんだが、グールに追い出されてしまったんだ。1ヶ月前は20人いて、昨日は8人だった。今はたったの5人だ。俺とロング家のマーシーとジュン、ソファーにいるママ・マーフィーばあさん、それとこっちはスタージェスだ。すまない、なんだか辛い話みたいだ。ありがとう。本当に気にかけてくれる人との出会いに感謝しよう。とにかくコンコードに定住するのは安全だと思っていたんだが、それは間違いだったってレイダーに思い知らされた。だが一ついい考えがある。聞こう。スタージェス、教えてやってくれ。屋上に墜落したベルチバードがある。昔ながらの戦前のやつだ。見たことあるかもしれない。まあそれの乗客がかなり楽しい代物を置いていったようだ。チェリー T45 パワーアーマーのフル装備一式、軍の支給品だ。パワーアーマーがなぜそんなに特別なんだ。それはウエストテック社の内面化サーボシステムだよ。あれの中にいるとスーパーが新たな標準になる。もっと強く頑丈になってラッドに耐性ができる。それにあのスーツがあればベルチバードからミニガンをもぎ取ってレイダーに地獄までの特急券をやれる。わかるか。それでミニガンをライフル銃みたいに使えるのか。使えると思うよ。手動の引き金があるはずだから。悪い奴らを狙ったら昔ながらの運任せで乱射をやればいい。それでアーマーなんだけど燃料がないんだ。おそらく100年もの間だ。電源は入るはずだが
少々お手上げなんだ。それで解決策は何だ。必要なのは戦前の古い FC 標準フュージョンコアだ。ハイグレードな蒸気型原子力電池で、かつて軍や企業が使っていた。それにどこにあるかは知って。でもそれに近づけない。地下の鍵のかかったセキュリティゲートの向こうにある。いいか、俺にできるのは下手な修理だ。セキュリティを飛び越えて進むのは得意分野じゃない。君なら挑戦できるかもしれない。実はフュージョンコアはすでに手に入れた。用意はできてる。そうか、よし。ようやく幸運が訪れたようだ。フュージョンコアをパワーアーマーに差し込んでミニガンを持ったら、レイダーも喧嘩を売る相手を間違えたことがわかるだろうよ。頑張ってくれ。